無料の展望台です、4階ぐらいまでですかね、階段で上がってきました。結構きついですね、上がってくると。なかなか眺めは素晴らしいですね。こんな感じですね。ちょっと工事中ですね、一部は。この展望台そのものも工事中ですね。無料で上がってこれるだけいいかなと思うんですけど、実はこの展望台は無料なんですけども、あそこに書いてあるトイレですね、実は有料です。この方がトイレ版、1元かかります。だいたい中国では有料トイレは汚いと相場はなってるんですが、ここのトイレは綺麗でしたね。珍しいですね。こういう感じで地元の人たちがなんかいろいろ売ってますね。観光客が少ないんで目論見は外れてるでしょうけどね。せいぜい稼いでいただきたいもんですね。